皆さんこんにちは、船橋の KJ です。今回は私 KJ が今まで苦しめられてきた偽物の流通が多いブランドを4選お話ししていきます。僕たち買取クラシックという買取の店をやっておりまして、おかげさまで数々の商品を査定させていただいているんですが、やっぱり中には偽物で苦しめられたブランドっていうのもあるんですね。僕自身この業界約10年おりまして、今まで振り返ってみて僕が特に偽物で苦しめられたブランドを4つお話ししていきます。といってもジャンルを決めないで話していくと余裕で4つを超えてしまうので、今回はもうすぐ秋冬ということでダウンジャケットなので有名なアウターブランドを4つお話ししていきます。では早速いきましょう。それではまず1つ目はカナダグースです。このカナダグースは正直苦しめられたよりは、ここ近年偽物流通が多くなったなということで挙げさせていただきました。今のところめちゃくちゃな成功な偽物っていうのは僕自身見たことがなくて、どこかしらの違和感を感じられるレベルだったんですけれども、まあ多いですね。というか多くなりました。そしてさらに多くなっていくでしょう。数年前に査定した商品で、まあ、明らかにおかしかったらちょっと当店では難しいですということでお返しさせてもらったんですけれども、その方は韓国で購入したとおっしゃっておりました。まあ、どういう経路で購入したとか金額まではさすがに聞いてないんですけれども、海外で購入する際はいろいろと注意しないとちょっと痛い目見てしまうかもしれないですね。少し前に出した動画ですが、カナダグースの侵害についてはこちらの動画でお話ししておりますので、よければ見てみてください。そして2つ目はノースフェイスですね。ノースフェイスが一番悩ましいところは抵抗輸入品の流通が多いんですね。ノースフェイスに限らず、ある程度新顔を確認する際にこういった日本の代理店だけ、ノースフェイスならゴールドウィン、カナダグースならサザビーリグマの、これがついてるかどうかって結構大きな基準になるんですけど、海外から直接購入した並行輸入品は基本的についてないんですね。まあ、昔はそこまで流入がなかったんですけれど、まあ、今だとドンキホーテとかコストコなどでも並行輸入品が売っているので、昔に比べると中古品での流通も多くなってきましたね。まあ、並行輸入品はダメとか偽物の可能性が高いっていうわけではないんですけれども、まあ、どうしても心眼的に代理店がないものの方が経験上怪しいものは多かったので、まあ、査定で悩んだりするっていうのは以前より増えたイメージですね。ちなみにこれも数年前のお話なんですが、まあ、その当時ノースフェイスの商品が入ってきて僕が査定したんですけれども、よく確認するとジップ部分が YKK ではなく YYK だったんですよ。いや YYK ってって思う方もいるかもしれませんが、意外とそういうのに気づかないので、まあ、ジップに限らず細かいところはチェックしてほしいブランドですね。そして3つ目は、アークテリクスです。でこれはね、この正直偽物を作った人腹立たしいですね。先ほども言った通り、衣類品の心眼確認で代理店タグの有無って結構大事なんですね。この会社ではないんですけれど、僕がこの業界で働き始めた頃に、どんなブランドでも代理店タグや内タグがないものは基本的にお返ししてくれと教えてもらった。それぐらい重要なんですね。なのでちょっと余談なんですが、こういう内タグとかはくすぐったいからとかで切ってはダメです。そしてその代理店タグ、アークテリクスだとアメアスポーツジャパン、あとサンウェストだったと思うんですけど、こういう代理店タグがついていながらも偽物があるんですよ。腹立ちません。細かいディティールを見ればある程度判断はできるんですけど、パッと見ただけではなかなか判別できないものもあるので、正規取扱店以外で購入する際は本当に注意した方がいいです。あと偽物を作るっていうことは、それに定価が高い偽物を作ると思うんですね。ただアーティリスは服だけではなくて、定価が安いデイパックとかショルダーバッグとかも出回っているので、本当に苦しめられましたね。皆さんも気をつけてください。そして4つ目はまさにキングオブダウンモンクレールですね。こいつは相当苦しめられましたね。海外からの流入も多くて、先ほどの代理店の中ついてない、つまり並行輸入品なんですけど、そういった出回りも多いんですね。今はある程度知識がついたので細かい部分で判別できるようになったんですけれども、この業界に入りたての頃は相当苦労しました。ボンクレールのワッペンのロゴも、まあ、正規品なんですけど、どこかこう荒々しいというか、あまり綺麗ではないというと言葉が悪いんですけど、逆に綺麗すぎてちょっと基準外だなっていうのも以前ありました。そしてモンクレールの場合は一応診断サイトみたいなのがあるんですね。基本的には本体についている QR コードやシリアルナンバーを打ち込んで、こういうモデルですかっていう風に診断してくれるサイトが公式のサイトから出てるんですけれども、まあ、これは先ほどの代理店タグの有無に限らず全てのモデルチェックすることができます。チェックできるんですが、一つだけ落とし穴がありまして、同じモデルをやりすぎてしまうとエラー表示になってしまうんですね。以前僕が査定したモンクレールの商品で細かい部分も見て、もうこれで間違いないなという風に確認はしたんですけれど、一応確認してみるかということで、その診断サイトを使って、まあ、OK っていう感じで診断が出たんですね。でそのまま買い取りして販売する際にもう一度診断サイトで確認したところ、まあ、エラー表示というか、この詳細をモンクレールで送ってくれみたいな表示が出てしまって頭真っ白になりました。同じシリアル番号だったりを何度も打ち込んでしまうと詳細を送ってくれというような画面になるというのが、まあ、後々調べて分かったんですけれども、やっぱりちょっと不安ですよね。元々の定価が高くて、まあ、二次流通での相場も高いので、もし間違って買い取ってしまった時のリスクがとても大きいということで、あまりいい思い出はないです。本当に入りたての頃はもう怖くて逃げてた思い出があります。
最後になるべく偽物を買わないためにはという点で僕なりのね個人的な意見をお話ししていきます。最近だとメルカリやラクマなどねフリマアプリも増えてきて、以前に比べると個人間同士でのやり取りが多くなってきたと思います、まあ、なので僕がフリマアプリで購入する際にチェックする点を3点ほどお伝えいたします。まず1つ目は出品者がどういう人なのか、評価や過去の履歴が見れるのであれば見てみたり、あとは気になる商品に質問してみるのもいいと思います。質問してどういうメッセージが返ってくるのか、まあ、ちゃんと受け答えができるのか、中には明らかに日本人ではない人もいるので、まあ、僕はそのあたりも確認します。あとやっぱり評価が全然ない人や極端に悪い評価がついている人は極力避けるべきですね。他の出品物を見るのもその出品者のイメージを湧きやすいので確認した方がいいですね。明らかに新品で同じ商品を大量に出品していたり、明らかに相場より安く出品していたりすると、まあ、ちょっと怪しいかなって思ってしまいます。なので購入する際は出品者の、ね、情報を必ず確認していきましょう。そして2つ目はそのモデルが今の市場に大量に出回ってないかっていうのを確認します。もちろんそのモデルの流通量にもよるんですけど、明らかにおかしいぐらいの量が出品されているとか、他のフリマアプリで大量に出品されているとかもあるんですね、まあ、そうなると現状もしかしたらこのモデルの偽物が大量に出回っているかもしれないと僕は疑ってしまいます。実際に商品を査定するっていう仕事をしているので、いろんなフリマアプリを見たり参考にしたりするんですけど、数ヶ月前よりこのモデルが大量に出品されてるとか、金額がめちゃくちゃ安くなってるとかを見ると、ちょっと流通されてんのかなっていう風に疑ってしまうっていう部分もあるんですね。ヤフオクとかだとここ数ヶ月の販売履歴も見れるので、新品で全く同じモデルがここ数ヶ月で大量に落札されている履歴などがあったりすると、ちょっと怪しいかなって思ってしまいます。ふとしたきっかけで偽物が大量に出回ったっていうのも過去に経験があったので、今見ているサイトだけではなくて他のサイトもね確認するようにしてください。そして3つ目は個人的になんですけど、海外直接購入っていう文面は避けた方がいいと思います。やっぱり国内での購入、あとは先ほどお伝えした代理店タグがついていないものっていうのはちょっと怖いかなと思ってしまいます。もちろん全ての海外購入や出品者の方が怪しいとは思ってないんですけれど、まあ、僕自身今まで見てきたものですと、そういうものの方が経験上偽物が多かったので、個人的には一番重要視するところですね。ただ代理店タグついてても偽物ありますし、ついてたら OK ではなくて、あくまで一つの基準として僕は重要視してます、まあ、どうしても海外購入の方が相場として安かったりするので魅力的ではあるんですけれど、まあ、ちょっと気をつけてほしいところではありますね。代理店タグが載ってない商品であったら、まあ、質問で追加を流してみたり、その時にどういったやり取りができるのかっていうのも一つの基準ですかね。個人的には一番重要視しているところではあります。僕自身もやっぱり偽物は撲滅したいですし、職業からそういうのを持ち込んで買取依頼っていうのも受けるんですけれど、やっぱり一番は本人が気づいてないっていうのが多いんですね、まあ、お店によっては心眼ではなくて、あくまでもお店の基準ってものがあって、まあ、そこに当てはまらない場合はもう返却っていうこともあるんですけれど、明らかにおかしいものでもやっぱお客様自身気づいてないっていうことが多いので、まあ、なるべく皆さんが購入しないように今回動画として上げさせていただきました、まあ、ブランド一つ一つの心眼っていうところでのお話はなかったんですけれども、今日お話しした4つのブランドを購入する際に参考にしていただければ幸いです。このチャンネルクラシカではいい商品、いいブランド、そしてこういった心眼などの情報を動画として上げさせていただきますので、この動画が良かったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。また買取クラシックという買取のお店もやっておりまして、概要欄の方にホームページのリンクを載せておりますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。 KJ でした。